膝周りの筋肉を効果的に鍛えることができる膝トレーダー商品説明ムービー。このムービーはご覧の4つのコンテンツについて分かりやすく解説させていただきます。膝周りを安定させるために筋力をアップさせたい、無理なくトレーニングしたい、パナソニックがお客様のそんなニーズにご対応いたします。膝周りの筋肉を効果的に鍛えられる筋力トレーニング機器、膝トレーナーです。筋力トレーニング機器膝トレーナーとは、膝トレーナーはこのように太ももに巻いて装着します。膝トレーナーには片方4つの電極パッドがあり、太もも前の大腿四頭筋と太もも後ろのハムストリングスに電気刺激がかかる構造になっています。それでは筋力トレーニングの仕組みを説明します。膝トレーナーには久留米大学柴教授が研究されているハイブリッドトレーニング理論が搭載されています。ハイブリッドトレーニングとは、ハイブリッドトレーニングとは運動をしながら筋肉に電気刺激をかけることで効果的に筋肉を鍛えることができるトレーニングです。それではハイブリッドトレーニングを詳しく説明します。足を伸ばした状態から曲げる動作を行うと、伸びる筋肉と縮む筋肉があります。伸びる筋肉を拮抗筋、縮む筋肉を主導筋と言います。主導筋と拮抗筋は正反対の関係にあります。足を伸ばす動作中、伸びる筋肉に電気刺激をかけると、伸びる筋肉が収縮し、伸びる筋肉にも縮む筋肉にも負荷がかかり、伸ばしにくくなります。同様に足を曲げる動作中も、伸びる筋肉に電気刺激をかけると、伸びる筋肉が収縮し、伸びる筋肉にも縮む筋肉にも負荷がかかり、曲げにくくなります。動作中の伸びる筋肉に電気刺激をかけることで効果的な筋力トレーニングができる、これがハイブリッドトレーニングです。膝トレーナーはこのハイブリッドトレーニング理論をベースにパナソニックのセンシング技術を融合させ、歩行、スクワット、もも上げの動作による効果的な筋力トレーニングを実現させました。パナソニックのセンシング技術とは、膝トレーナーに内蔵されたボディモーションセンサーにより動作をセンシングし、最適なタイミングで筋肉に電気刺激をかける技術です。センシングの原理を説明します。動作中、ボディモーションセンサーが股関節を中心とした足の回転速度を計測します。この回転速度の大小により、どのような動作をしているのか判別します。それでは歩行動作を例にとって見てみましょう。まず足が地面につく瞬間を判別します。足が後ろへ移動する間は膝周りの前の筋肉が伸びます。次に足が地面から離れる瞬間を判別します。足を前に振り出す間は膝周りの後ろの筋肉が伸びます。そして再度足が地面につき、これを繰り返します。足が地面についたり離れたりする瞬間を判別することで、筋肉が伸びたり縮んだりするタイミングを測ります。そして伸びている筋肉にタイミングよく電気刺激をかけることができ、効果的な筋力トレーニングをすることができます。コースの紹介です。膝トレーナーには6つのコースがあります。大きく分けると、外で歩くコースが2つと家の中で行う運動コースが3つと、家の中で座って使用するコースが1つです。まず外で歩くコースです。歩いて筋トレコースと生き生き歩くコースがあります。まずは歩いて筋トレコースの説明です。ウォーキングに慣れた方で効果的に筋力アップしたい方におすすめです。実は通常の歩行では十分な筋力アップはできません。しかし歩いて筋トレコースは歩きながら筋力アップすることができるんです。歩く動作をすると足をついた後、膝周り前の筋肉が伸びます。足が離れた後、膝周り後ろの筋肉が伸びます。筋肉が伸びるタイミングに合わせて電気刺激をかけると筋肉に負荷がかかり、トレーニング効果が生まれます。歩いて筋トレコースでは交互に電気刺激をかけることにより、歩行中絶えず負荷がかかった状態で効果的に筋力トレーニングすることができるのです。膝トレーナーを使用して歩いて筋トレコースで歩くと、通常歩行よりも効果的に筋力アップができます。次に生き生き歩くコースの説明です。少し膝に不安のある方、使い始めの方におすすめです。歩きたいけど膝を痛めてしまいそう、だから歩いていないという方はいませんか？生き生き歩くコースは膝周りの筋肉を安定させながら歩くことができるから、安心して歩くことができます。歩いていて膝が不安になるのは足が地面につく時、かかとが地面につく少し前に膝周りの前後の筋肉に同時に電気刺激をかけます。足が地面についている間、同時に電気刺激をかけることで膝周りの筋肉を安定させて歩くことができます。歩いて筋トレコースは伸びた筋肉に交互に、生き生き歩くコースは着地前に同時に電気刺激をかけます。次に家の中で行う運動コースです。家で筋トレコース、スクワットコース、もも上げコースがあります。まずは家で筋トレコースの説明です。家で筋トレコースは無理なく鍛えたい方や、雨の日など外を歩くことができない時などにおすすめのトレーニングです。家で筋トレコースはスクワットともも上げの組み合わせ運動です。それぞれ10回1セットでトレーニングします。スクワットの場合、しゃがみ込む時に膝周り後ろの筋肉が伸び、立ち上がる時膝周り前の筋肉が伸びます。そのタイミングで電気刺激をかけることで負荷を与え、効果的に筋力トレーニングをすることができます。もも上げの場合、足を上げる時に膝周り後ろの筋肉が伸び、足を下ろす時膝周り前の筋肉が伸びます。そのタイミングで電気刺激をかけることで負荷を与え、効果的に筋力トレーニングをすることができます。最後に座って刺激コースの説明です。このコースは電気刺激のみのコースです。運動しない時でも筋力を維持することができます。運動がちょっときついなと感じた時など、無理をせずこちらのコースをおすすめします。膝周りの前と後ろの筋肉を同時に電気刺激します。3秒電気刺激、3秒オフを繰り返します。膝周りの筋肉を効果的に鍛えることができるトレーニングで歩ける幸せを。パナソニックはあなたの歩行を応援してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。